補助金出そうぜって言ってて言日本中にこんなのウイルスばらまいたりただ貯金入れといてひたすら食いつぶすっていうんで高齢者同士でお金をぐるぐる回すっていう構造に日本はなっちゃったんですよ。えー、日本の行く末ひろゆきさんはどうなっていくと思いますか少子高齢化が進み年金医療制度も解約されているとしか思いません。日本のこれ方ひろゆきさんはどう思われますか多分結論同じだと思います。今回の参院選でもあの自民党と公明党が議席を増やして今まで通りの,なんかあの政策をやり続けるんじゃないかなと思います。 えっと、岸田総理は国民を追い詰め、うやむやにごまかそうと批判合合ですが、もしかして日本全土を住宅地にして、将来日本国民を働かずに外国人に働かせ生きて、生きていける国に住むつもりなんてことは間違ってもないんですよね。えー、外国人を受け入れ、外国への支援、税金上げ上げ投資しなさい、日本の産業への対応。 などを見聞きしてるともしかして自分が嫌われて将来維持に祭り上げられたいのかなと思いますないでしょうけど長期的にどううすするといい思想を多分自民党はないんですよね、まあ、結局その,あのまあ日本の政治自体がまあしょうがないんですけどあのまあ総理大臣がどういうふうに選ばれるかっていうとあの日本の国会議員の半数がこいつが総理大臣がいいよねって言った人がなるんですよ。 なのでそうすると国会議員の半分の人に都合のいい人が総理大臣に選ばれるわけでその将来的に日本がどうするべきかという視点であの国会議員やってる人はほぼいないんですよ。 そのじゃあ日本の国会議員どういう人っていうのと例えばじゃあその建設族みたいな人だと自分たちの地元の建設産業にお金を配りたいとかじゃあそのお医者さん系の人とかだとその医療法人になんとか補助金をいっぱいつけたいとかで教育系とかだとなんか謎のなんとか学園みたいなところとか,なんか田舎に獣医学部とか作りてみたいなところで税金を流したいとかあとオリンピックやりたいとかあのまあ旅行系のところであのコロナが流行ってるに向かわず旅行に補助金出そうぜって言って日本中にこんなウイルスばっ いたりとかっていうので割とその国会議員の人たちっていうのは自分に票をくれる人たちに金をばらまくというのを目的にしてる人たちっていうのが自民党に多いんですよ。 で、あの、野党にはあんまりないんですよ。なぜなら野党は政権を持ってないので、その、例えばじゃあ、その旅行業界の人が野党にいくら票を入れたとしても、旅行業界にお金をばらまくというのは野党はできないので、結果としてそのお金ばらまいてほしい人は自民党の政治家を応援するんですよ。で、自民党の応援された政治家は、まあそこで票ももらえるし、お金ももらえるので、そのあの、寄付みたいな形でね、献金とか。なので、そのなんかんとかして税金引っ張って配りたいよねってなると、 今生きてる人たちにいかにお金を配るかっていうのをずっとやり続けてる政治家の方が長く続くんですよ。いそのなんかあのこういう政策がいいよねみたいなので言うと時代によってそうじゃないよねとかもっと若い人がいいよねとか移ろっちゃうんですけどじゃあこの業界に金引っ張り続けますっていうとその業界がある限りその政治家受かり続けるし献金ももらい続けるんですよ。 っていうのがあって、なので、その自民党の半数が押しているということは、イコール現段階のいろんな業界に金を配り続けるというところが、まあ、あの関数を取りで、そういう人が総理大臣を選ぶので、なので、今の業界にお金を配り続ける人というのが総理大臣になるというのが日本の構造で、で、まあ、あの昔はそれでもよかったんですよね。あの日本の産業というのが、ちゃんとあの外国からも収益を上げていて、日本人が割と幸せになってるっていうのがあったんですけど、ただ、今を優先。し 結果少子化対策しないよねとか本来であれば IT とかに投資すべきなんですけどその平均年齢が上がりすぎてしまったせいでその少子化対策で若い人たちのお金を払うというのが見えなくなってで年寄りが多くなったせいで IT とかもわからんからそこにお金突っ込んでもしょうがないよねってなって IT をアトバーチにして子供を増やすというのもアトバーチにしてで平均年齢上がり続けてるのでその高齢者同士でお金をぐるぐる回してるっていう状況になっちゃったんですけどそれが良くないよねっていう。 人たちが少数派ののままなで、岸田さんは聞く力で多分いろんな国会議員の話を聞いてるので、結果として今までの自民党政策と同じようなことをし続けるっていう。で、あの、3、40年ぐらい前の平均寿命がまだ短い時代であれば、例えばその70代のおじいさんが亡くなった時に、 40代50代の子供が遺産をもらってじゃあ40代50代だからじゃあ一発事業でもやるかとかやむややりでいいからやむや,やるわとかレストランやりでいいからレストランやるわっていうのでそのおじいちゃんの遺産というのが現役世代に渡ることで現役世代がそこでビジネスをしたりっていうのがあったんですよ。で逆に60代で亡くなるとその30代の人とかが遺産もらえるのであの子育て全然楽ですみたいなのもあったんですよ。 でも今の日本って80代の人が亡くなって、で、その遺産を60代の人がもらうとかなんですよ。 もうその要は、老人が亡くなって、それを遺産として老人がもらうから、じゃそれただもう銀行に入れっぱなしっていうだけで、お金が動かないですよ。要は、65歳の人がいきなり3000万もらったとして、じゃあ、レストランとか事業やりますかって言うと、やるわけないじゃないですか。もうただ貯金入れといて、ひたすら食いつぶすっていうんで、っていう形で、もう高齢者同士でお金をぐるぐる回すっていう構造に日本はなっちゃったんですよ。 なので、そうすると、じゃあその、60の下の40の、で、さらに下の20代にお金を配らなきゃいけないよね。その人たちに子供を産ませなきゃいけないよねっていうのは、もう無理なんですよ。っていう構造で、構造としても日本の構造がこのままだとまずいよねってなってるんですけど、ただそれを変えようという政治家が出てくることもないので、出てきたとしてもそれは少数派なので、これちゃのが多いからね。いや、その日本人の平均年齢ってもう50歳なんですよ。確かもう50歳になったかな。 でもね、平均50歳だとすると、あと10年で年金世代だから、そうすると逃げ切った方が得だよねっていう思想が、ほぼ半分なんですよ。 その60歳とかはもう年金もらえてるから、なんか新しいことにお金使うぐらいだったら、今のまま現状維持の方がいいよねと。で、現状維持だったら年金とかもずっともらえるし、で、なんか変にお金とか使わないで、これもあと10年、20年逃げ続けられればいいよねっていうのを、まあ高齢者60以上も持ってるし、50代もあと10年だからって思ってるから、なんでその構造変わらないし、投票する人たちも高齢者なので変わらないよねっていう。はい、以上です。 東方プロジェクトが代表者の図面名義で政治思想を語ることがー産組グラインで全面禁止を通達しましたが日産管理人時代にニュースは拡散してないもんぼだから求め最初にの体裁禁止に消極的だったエリウキさんから見てどう思いますか。東方のキャラクターを使って政治思想を語った場合にそういうキャラクターなんだっていう印象がついてしまうことってあるんですよ。 あの、フォーちゃんっていうサイトがあって、で、そこでペペっていう、あの、カエルのキャラクターが、ひどいことを言うっていうので、あの、流行って使われてるんですよ。ただ、その、ペペっていうキャラクターを書いた、メキシコの人だったかなは別にそういう意図は全くないんですけど、ただもうその、カエルを見ると、ああ、あの、ひどいことを言うキャラねっていうふうに思っちゃって、なのでその、 ペペのキャラクター自体はすごく有名であの英語圏の人は見れば「あこいつね」ってわかるんですけどでもその作者としてはもうそのキャラクターであのなんか綺麗な漫画を描こうと思っても無理なんですよ。なのでそういう使い方をしないでほしいよねっていくら言っても残念ながらあのもう通用しないっていうふうになっちゃったのでなのでその政治的な思想とか変なことをキャラクターに語らせないっていうのは結果としてはかなり重要なんじゃないかなと思います。まだ国政政選挙ないででですすすが今の政党党投票するとしたら何党ですか 答えにくかったら大丈夫ですと多分もう今党で考えるべきではない気もするんですけどあの少なくとも僕はあの統一教会の問題は何ららかしらで解決をすするるべきだと思ってるんですよでよはその宗教団体ってあの心の弱い真面目な人にまあたらし込んであの金巻き上げるっていうのが割と統一教会がこうやったらうまくいくよねっていうのをまあ被害者もいっぱいいますっていう状況で世の中が分かったわけじゃないですか。 で、あれが OK ですってなったとしたら多分他の団体も同じことし続けると思うんですよね。その気の弱そうな真面目な人を垂らし込んでなんかあの働いた給料の10分の1ずつ出せやとか,なんか結婚相手こいつなーみたいなことっていうのをずっとやらされ続けることになってしまうんですよ。なのであの統一教会の問題は解決すべきだと思うんですけどただ自民党公明党はそれを解決する気が一切ないっていうのがあの明確になってらっしゃってるのでなのであの自民党公明党に投与した方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。 国民のためなら秘密を隠すことのぜひについての考えを教えてください。あの、隠した方がいい秘密もあるし、隠さない方がいい秘密もあるんですよね。 例えばじゃあその総理大臣のあの核シェルター的な総理大臣しか入れないような核シェルター的なもの国会議事堂が起動しなくなった時に機能させるための首脳官邸の代替機能を持っている建物というのが一応どこか別のところにあるらしいんですけどそれって公開されてないんですよねでそれじゃああの例えば一概にあるよって言っちゃったら今度は一概を攻められちゃうじゃないですか仮に戦争になったとしらねなのであの秘密にしといた 方が国の運営にととっってて良いいいよねっていうこはでで、まあ例えばそのアメリカと日本がじゃあその戦後間もなくとかであんまり表立てできないような規約とか秘密の話をしていてでそれをがあることで結果としてまあ日本は今の繁栄があるけどじゃあそれを表に出して今の価値観で断罪したらまあこれはやりすぎだったよねみたいなのもいっぱいあると思うんですよね。 では最近だと、あの、統一協会の文政名さんっていう人が、あの、岸信介さんっていう、あの、安倍首相のおじいちゃんの家の隣に住んでて、で、それを進め、まあ、うちの隣に住めばって言ったのは、その岸信介さんじゃねえのみたいな言われてるんですけど、まあ、それは確証はないんですけど、まあ、多分そうなんですよ。ただ、その時代は、その、あの、共産党が割と強くなってたので、その共産的な動きっていうのをいかに止めるかっていうので、まあ、アメリカの CIA の岸信介さんじゃあ、お前総理大臣やり、 ってってちょっとその文生明と一緒に組んでなんとかしろやみたいな状況もあったんであの当時にそういう判断をしたこと自体は仕方ないよねという話だと思うんですよ。まあ、今現在どうなのって話ありますけど、はい